今、まさに、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初舷は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発、短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である。F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型、通常離着陸機型と B 型、垂直短距離離着陸機型、および C 型、艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント・ストライキ・ファイターの略称、JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は、ストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新田原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、
宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには艦載機を陸上基地に降ろす必要があり、その艦載機のパイロットは長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍ではその訓練を陸上空母離着陸訓練フィールドカリーランドイングプラクティス FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、 FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていた。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は第5空母航空団の FA18E、FEA18ギガ、E2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は、硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-35A や F-15J が、短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。